今回は二次燃焼ストーブのトルネードに挑戦していきます。このストーブは二次燃焼炎とトーチ炎を楽しむことができますが、今回は完璧なトルネードを発生させるためにトーチを封印させます。取り外したトーチでストーブは通常の二次燃焼ストーブとなりました。二次燃焼炎のトルネードに欠かせないファイアリングが必要です。100均で売られていたステンレスボールを使います。直径は 15.5 センチです。ステンレスボールはガタつきもなくジャストフィットです。二次燃焼炎をトルネードさせるために穴に角度をつけます。可能な限り曲げていきます。角度をつけるために曲げたので入りにくくなります。缶を入れるときに少し曲げが元に戻った場合は再度ペンチなどで曲げを行います。二次燃焼穴の曲げ完了です。ワイヤリングを作っていきます。自作のカッターで先端には線削チップがついています。ドリル回転時ボールが共回りするのでボールを釘で固定します。一方、ドリル加工とは別に金切りバサミでカットしてみました。思った以上に簡単にカットできました。直径11センチと直径10センチの2種類を作ってみました。それでは燃焼確認を行います。燃料は松のペレットです。早く燃焼させるために燃料用アルコールをかけます。3分程度で二次燃焼炎が現れました。
直径10センチのファイヤーリングを取り付けます。ファイヤーリングを取り付けたら、二次燃焼炎が中心に収束し、見事にトルネードしました。炎はまるで組紐のように編み込まれているようです。直径10センチのファイヤーリングから直径11センチに変えてみます。やはり10センチの方がやや安定しています。燃料も尽きて燃焼も終わりに近づきました。穏やかなトルネードとなりました。今回二次燃焼のトルネードに挑戦しましたが、炎の回転の美しさに大感動でした。